はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は聖杯です。はい、振っていこうかなと思います。まあいろいろとね、動画上げ終わったので、まあようやく振ろうって感じです。はい、でも誰に振るかって言われると、もう俺ずっと言ってたんですけど、はい、あの高杉に振りますいやー、もうこれはね、振るって決まっている、もう確定ね、確変だったんで振ります、以上いやー、けどマジでね、高杉さんがね来てくれるのは嬉しいっていう反面、まあまあまあ聖杯がねまた減ってしまうということで、あれ、なんかここ最近いっぱい聖杯振ってたけどどうしよっかなーとか思ったりしているんですが、まあ聖杯は作ればいいんでね、まあどうにかなるでしょうっていう、そういう気持ちでやっていきます。はい、ということで、もうちゃっちゃちゃっちゃもうレベリングしていきましょう。星4種火と星5種火に関してはいろいろあまりに余っているので、もうガンガンやっちゃっていいかなって感じで。声がいいんだよないや、もう声も好きだし、もうデザインも好きっていう、もう全部好きなんだよね。全部好きだから、もう振るしかないというで、キャラ的な意味でも俺高杉に関してはもともとグダグダのタイミングで好きだったんで、いいねっていう、シンプルにいいんだよな。なんかキャラクター性として、なんて言うんだろう、うさんくさいではないんだけど、いや、うさんくさいでいいのかな、なんかそれに近しい何かを感じている、このかっこよさみたいな、なんかいいんだよな。なんか黒幕、自分のことを自分で黒幕っていうキャラクターめっちゃ好きなんだよねっていう。あと、もう顔がいい、顔がいいっていうのがもう8割ぐらいあるかもしれない。嘘、普通に性格が好きだったただただそれだけだった。で、まあ聖杯に関してはね、これで多分めちゃくちゃ減っていってしまうんですが、まあ聖杯鋳造とかしていれば多分夏まみれにはたまるでしょうっていう淡い期待ね。で、多分ね、俺第2サイリンのまま固定にしてるからね、このボイスになってる気がするんだけど、なんかね、第2サイリンのボイスこれな気がするんだよな。ちょっと第3サイリンにしたままいろいろ育成するか。なんかところどころね、なんかボイスがいろいろと変わるので、男子3日合わざればなんとやるだ、僕の確信見逃すんじゃないぞ。いいね。なんかこういうボイスがなんか第2サイリンになった時、俺一回も聞かないっていう、なんかよくわかんないことになってたんで、多分第2サイリンでも聞くとは思うんだけど、俺が育成してるタイミング、あれ、こいつ同じボイスしか言わねえな、なんだこいつって思ってたんでね。はい、まあまあまあ、ここら辺でいろいろちゃんと聞いていきましょうっていう。でね、第3サイリンの姿に関してもね、まあ今日のイベント、昨日のイベントかな、更新でバッて出たということで、まあ僕はこれを使っていきます。はい、まあ第2サイリンの姿も好きなんだけど、この真っ黒い姿っていうのもね好きなんですよねっていう話で、ちょっとプレゼントボックスから持っていきましょう。まあプレゼントボックスから持ってくるのはね、本来だともったいないっちゃもったいないんですが、もうあるんですよ、あまりに余っている種火等がいっぱいあるんで、もうここら辺はもう取り得なので、もう取っちゃいましょう。タッカーの21ってやつを取ればよかったな今なんかすげえ心がもったいないことした。タッカーに行けば行くほど、その確率じゃないわ、日程的な意味で消える可能性が高いんで、早めに取っとかないといけないっていうのがあるんですが、まあいかんせん忘れてたっていうね。で、まあここら辺94以降になると星4種火でレベルがね、レベリングできない、レベル1上がんないってことになったりするんで、ちょっとそこだけが、まあ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 っていうのがあるんですが、まあ星4種火等はいっぱいあるし、星5種火等もいっぱいね、もう残高はあるんで、めちゃくちゃあるんで、まあそこら辺は気にせずにね、できたらいいなっていうのと、まあマジで高杉さんがどういう風にね、ストーリー今後関わっていくのかっていうのがめっちゃ気になるんだよね。イベント自体がもうそろそろ終盤で、今日あって明日イベントが終わるということで、まあ明日からまた90プラプラとか90プラが出てくるかなと思うんですが、いやー楽しみ、めちゃくちゃ楽しみ。今がね、もうなんか熱い展開、もう終盤っていう感じがするから、まあそこをうまいことね、どういう風に流れが持っていって、高杉さんがどういうどんでん返し、どんどんどんってなるのかっていうのがね、めっちゃ気になるっていうのと、まあ松陰先生が来るのかっていうのもね気になったりするので、
まあまあまあっていうのもあるんだけどね、松陰先生は刺さらなくてよかった。男子3日合わざればなんとやるだ。うわー微妙に上がらん。見逃すんじゃないぞ。大成功したってことは一回ガチャ引いた方がいいんですよで僕は思うんだよね。やっぱね大成功鏡っていうのはちょっとね一回ぐらいね歌詞でやっとくべきぐらいなんだよね。気持ち入ってないもう出ないね。まあ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 大成功鏡はおまけなんでね、まあ仕方がないんですが、てか俺なんで高杉さ HP 強化50やってないの。すごい気になるな。まあええかまあええかということで、レベル100にいたしましょう。はい、聖杯天輪いいっすねー。100にする気は満々だったからね。けど3人目の男性サーバントっていう意味でちょっとねおー感慨深いなーって気持ちがある。自分男性サーバントはほぼほぼ聖杯振ってなかったんですけど、まあここ最近なんか割とまた振り始めて、まあ新茶振ってよしって思ってたらね、高杉が実装されておおまあええかみたいな感じで聖杯のね数がだんだんと減ってきているんですが、まあ別にいいでしょう。ということでレベル100です。いいねー。やっぱレベル100がいっぱい量産されていくと笑顔になるね。本当にやっぱ聖杯は今貯めるよりも振り得な気がするから、もし振りたいなと思う方はガンガン振ってってもいいのかもしれない。成長できる男、新作をよろしく。いいね。はい、ということで高杉さんレベル100になりました。いいっすねー。レベル100のステータスが、あ、1万5000ぐらい攻撃、1万4000か、攻撃力乗ってくれるんだ。いいね。で、高杉ね、いかんせん絆が上がらない。まあ、ここ最近ね、がっつり周回してないっていうのもあるんで、まあ、上がりにくいっていうのもあるんですが、まあ、割とポイント重視で、ストーリー読むためにちゃちゃーっと集めて、90プラが出てきたらがっつり周回しようって思ってるんで、まあそこら辺で、まあ、接待クエが来てくれたら、まあ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 嬉しいかなっていう感じかな。まあただ接待クエが来たにしろ、まあ正直ね聖杯というより宝具レベルが重なっていないんで、まあそこをなんかいつか宝具2に、今回のガチャでね2にできたらいいなとか思っているんですが、まあいかんせんね運なんで、はい、まあここら辺でポロって出てきてくれたら嬉しいと思ったんですがなかったので、次回またなんか違うガチャやおっかなって感じでいいでしょう。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.